江庭市立島松小学校は、北海道江庭市中島松に所在する公立小学校。児童333名。江庭小学校と松園小学校に次ぐ3番目に開校した学校である。1893年、市立島松人城小学校が、下島松で寺小屋教育を始まったが1897年並行になった。有志多数の寄付により、 現在地に校舎を建設し、公立の島松人上小学校として認可される。島松国民学校から1947年に、現在の島松小学校に改称された。島松小学校の通学区域は以下の通り、鉄道北島松小学校は北海道恵庭市北島に所在した公立小学校。 1947年開校から1976年、閉校1943年に開拓英断倉庫事務所を借用し、島松国民学校、北島松文教場として開校した。1947年に、島松小学校、北島松文校に改称し、同年に北島松小学校として独立開校をした。 1964年には6学級編成までになったが、児童の減少により1969年に5学級編成に減り、1972年に4学級編成となり、平行前年の1975年には49名、3学級編成までに減少していた。1976年に、島松小学校に統合され平行となった。島松小学校、 桜森文校は北海道江庭市に所在した文校。1947年開校から1948年、閉校1946年に桜森文教場を設置された。島松小学校、桜森文教場から島松小学校、桜森文校として1947年に開校したが、わずか1年で閉校になった。ありがとうございます。